ピカですけどね、ルマンサーキット編ということで、ルマンのねサーキットに向かっていったんですが、実はねこの前日ねこんなことがありました。Bステーションのマシンがクラッシュしたってことで、今ねルマン24時間ウェックに出てる、あークラッシュしてる。今ねちょっと速報で入ってきまして、ツイッターのね、あはあやばい、これねとにかく危ない事故でしたよね。私も本当にフェラーリでレースをしたり実車でやってますけどね、こういろんなリスクを含むスポーツ、まあ、スポーツと言っていいのかどうかっていうところもあるんですけど、冒険に近いようなね、本当にね今当たりどころを間違ったらね本当に命に関わるような事故にもつながるようなね内容にはなっていますが、こっから皆さんご存知のようにティカーを持ってきて復活させて出走するということになりましたね。そのね藤井選手 D ステーションがね戦う姿を撮りたくてね、なんでね我々はこうレースが好きで戦うのかなっていうことの疑問をね投げかけに、まあ、ルマンまで行ったというのが私のね本当にやりたかったことなんですよね。やっぱり挑戦する気持ちっていうのをすごく大事にしてもらいたいなってね、こんな時代だからこそ世界と戦う挑戦するっていうこと、しかも命がけでお金もねたくさんかかるにもかかわらず名誉のために戦うっていうことを続けている人たちがどんな心境でねどういう思いで戦ってるのかなっていうことを私は撮りたかったんですよね。でそれをねちょっとこう見ていただきたいと思います。それではねどうぞ、はい、無事ねチームスタッフのこれねもらいました、封筒ねもらいました。かっけ、めっちゃかっこいい。これを下げとけばどこでも入れます。さあブガッティサーキット走っております。めっちゃいい。はい、ということでルマンね到着しました。パドックですね。こんな感じでなんかいろんなものがあるんだけど、後でね藤井選手に説明してもらいたいと思います。なんか待っててくれるということで打ち合わせたかのように、はい、ここからなんか俺入れないですよね。はい、入れるですか。これはこのパス大丈夫なんで。これね、はい、このセキュリティめっちゃ厳しいですから。めっちゃ厳しいの。It's okay for him. It's okay. Okay. はい、なんとか、はい、たどり着きました。大変でしたよね、パリから。いやいや、私の大変さに比べたら、はい、車がちょっと。まあルマンなんでいろいろあるあるですから。そうですよね、はい、まあ幸いにも FP1 だったんで、で昨日すぐ対策を考えて、まあ車はもうモノコックがダメなんで、シャシがダメなんでシェルを変えるか迷ったんですけど、シェルを変えたらもう時間が間に合わなくて、で今日の夜の FP4 に5周ナイトセクション5周しないとダメなんで、今最善策としてイギリスにから車を持ってきて、でそれが今日の朝着いたんですよね。でそこから今 ELMS の車なんで同じなんですけど結構仕様が違うんで、タンクも変えなきゃいけないし、でエンジンとギアボックスは今使ってるのつけなきゃいけないし、アップライトも全部ですからボディとコックピットだけそのまま使って全部変えなきゃいけない、カラーリングも。なのでそれを今やってるんで、今 FP3 ですけど、今3時4時ぐらいですね現地時間。これはちょっと間に合わない感じ、今ギリギリ間に合うかどうか。なので、この時間になぜか時間があってピカーチャンネルを撮影してるっていう、これピット裏です、ルマンので。例えばポルシェの、いやこれもう撮れないよね、ここは。これ撮れないですよ。でピカーさんはなんていうんですかね、メディアパスじゃなくて、はい、まあ、YouTuber として撮ってるんで問題ないんですけど、はい、WEC のウェックのメディアパスはすっごい厳しいんで、はい、いろんな面で、な
なるほど、なんかいろいろなので、あの YouTuber の方が勝手に撮ってる感じであれば特に問題ないんですけど、この辺がポルシェです。でこれはもう見てもらうと日本じゃ考えられないですね。見せるために。もうこれ普通のトレーラーがあって、トレーラーの中外をもう全部側を囲んで、あ、これもう作っちゃってる。作っちゃってるんですよ。で、あの裏バラします。中見てもらうとすごい。でこれジョータ、ポルシェの LMDH の新しいチームですね。あのハーツがスポンサーなんですけど。で、まあ、コルベットがあって、まあ、もうちょっと先に我々のピットありますけど、もう全部中ももうセキュリティがいて、もうこういう感じで、まあ、見れないんでぜひ撮ってもらっていいんですけど、キャデラックですね。でうちのチーム通り越して、はい、あの話題のフェラーリ、ハイパーカー見に行きました。でここはうちですね。これですね。はい。すごい。でこの中がうちですけど、後で行きましょう。これフェラーリですね。はい。フェラーリはトレーラーの間にもうこうつなぎ合わせてエントランスがあって、もう中も見えないんですけど、かっこいいですね。でここ面白いんですけど、ここはカーボン屋さんなんですね。で普通日本とかもこのレースで何かあったらリペアってなかなかできないんですけど、はい、あの本当のカーボンのスペシャリストがいて、アンダーフロアとかももう常にあのスキットとかも減るんで、減った分を常にもう直していく、はい、でここがピットの裏ですけど、今うちのイギリスの TF スポーツはあの4台の車を走らせて、はいはいはい、でスペアパーツが並んでるんですけど、はい、でここは我々 の部屋です。で、こちらが我々の部屋です。で、はじめまして、ご存知 の D ステーションレーシングの星野選手、あのチームオーナーですね。あの本当にいつも応援させていただいております。ありがとうございます。じゃあお邪魔します。よろしくお願いします。ピットの中行きましょう。で、ピットの前に、はい、今もうまさに走行中のエンジニアリングルーム、これ全部コンピューターでテレメトリーでつながってます。あの映していいですよ。で、あの私 あのシムドライブ、ドライビングラボでもテレメトリー使ってますけど、走行データがライブでこれは常に配信されてるんで、はいはい、今ルマンの FP3 なんですけど、はい、FP3 のデータがライブで今こうやって配信されてます。すごい、あのドライビングラボみたいだね。まさにそうです。ここで D選手のドライブラボはどんな感じなのかっていうのをちょっとねご覧いただきたいと思います。あ、はい、ありがとうございます。どうぞ。ごめんなさい、これ大丈夫ですか、撮って。あ、いいですよ、はい。でこれテレメトリー、ライブテレメトリーを映ってるんですね、はいはいはい、もう本当に F1 施設と同じレベル。すごっ。こっちもこう回っていただいて、こっちも、はい、あ、確かに、おー、すごい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 。ここモニター75インチモニターがあって、はい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 、そう、ルマンはプロも誰もが憧れるサーキットで、やっぱりルマンかなと思って、で、この絵もこう見ると、はいはいはい、あ、これもルマン、ヒストリックなルマン、やっぱなんかこれが現代の絵よりも同じ作家さんってことですよね。これドイツ人 の、はいはい、あのルーマン24時間の絵だけをずっと、まあ、メインで描いてるあのアーティストがいるんですけど、はいはいはい、
マイグローブ持ってきました。あ、すごいですね。どうぞどうぞ。ここは撮影禁止ってことですよね。ここはもう撮影。おお。何これ。これですね、リカさん。あのどうなってんのこれ。わあ、すごいな、このハンコンが。やばい、ハンドルがめっちゃ楽しくないですか。ハンドルめっちゃ楽しい。ハンドルがめっちゃリアル。そしてこのディスプレイがやばいわ。はい、そんな感じの、ね、ことなので、本当に似たような感じじゃない？今、我々 WEC 今こう撮ってもらっていいんですけど、はい、走行データをライブで配信するんで、このエンジニアがもう常に分かってるんですね、情報で。これだけのことをリアルでやってるんですよ。やっぱりこうルマンとか WEC はこれだけのスタッフがいて、もちろん F1 もそうなんですけど、はい、私はこれと同じレベルのものをうちのラボでやりたくてあれを作ったんですよ。なるほど、はい、まさにそっくり。まさに一緒です。はい。 Then he's my engineer for number 777. Hello. Can you speak Japanese or for YouTube? Hello YouTube.あのジョノって言います、エンジニアの。彼はあの世界のプレマとかジョータとかトップチームでエンジニアをやってきて、ルマンも何度も表彰台に乗ってるエンジニアです。で、我々の今車をずっとやってくれてます。はい、あ、すごい有名なエンジニアです。すごい。 You're famous engineer, I know. Yes. じゃあ行きましょう。で、車行きましょう。で、これピットです。はい、で、バックヤードをいろいろ見てもらうと面白いんですけど、ブレーキとかも見ても撮ってもらっていいですよ。ブレーキも全部テストからレースだけじゃなくてアセンブリー交換です。全部ワンタッチ、ワンタッチバンです。お高いんでしょ。めちゃめちゃしますね。はい、シートまである、はい、こっちにもある。これはもう常にルマンは上からワンタッチ交換。すごい復活してる。はい、で、車なんですけど、今イギリスから持ってきた車をもう影も形もわからないぐらい全部ラッピングも全部やり直して用意してます。もう、わあ、すげえ、直ってる。これはもう違う車。T カーです、T カーです。T カーなの。エンジン見えないけど。エンジンはこれ FR なんですけど、ものすごいフロントミッドなんで低くて真ん中に入ってます。もう本当にフロントミッドだ。完全に軸より。かっけー。で、今ちょうどルマンの FP やってるんで、まあ車来ますね。本当はメディアパスないところ撮れないですけどね。ユーチューバーさんが勝手に撮ってるんで OK なんですけど。勝手に撮ってるだけ。はい。で、まあ、ヘルメットがこう置いてあって。はいはい。もうちょいですね。まだ。で、タイヤも、はい、今年の WEC はウォーマー禁止なんですけど、ルマンはやっぱりウォーマーが必要なんで、はい、ウォーマーがOK になって、で、タイヤが今準備されてるっていう。ホスピー行きましょうか。はい、結構でもこれ面白いでしょうね、見る方には。裏側で、いやー、これはすごいね。やっぱり自分もそうなんですけど、ルマン最初来た時すごい感動したんで。 Hey, hello. Hi. Was it good? Okay, everything? Yeah, very good. Yeah. We had an accident yesterday. Are you guys okay? But we changed the car already, so should be okay for FP4. Okay. The driver is okay? The driver is okay. Really nasty. Yeah, should be okay. Thank you. New chassis? Yes, completely. We changed. Good luck.
彼は R バンパーですね。あのポルシェのワックスでルマン優勝して、はい、今キャデラックのドライバー。あの彼がポルシェカップやってた時、昔あの時からですね、すごい仲良くて、ポルシェのワックスになる前からよく知ってて、うちであの鈴鹿10時間乗ってもらったんですよね、一回ポルシェのワックスで、はい。この辺がまたチームのホスピタリティで、これアルピーヌ。でこういうのってルマンはだいたいこの裏のお金の話になると思う、ちょっとあれなんですけど、ここに何かを出す、ケータリングのスペースを出す諸場代が1000万ぐらいするんですよ、諸場代だけで。でこういうのだいたい1個作ると数千万から億はするんですよね。ですよね、ぐらいかかりますやっぱ。かかりますよね、はい。でもプジョーとかこの辺のメーカーは億近くかけて壊しちゃいます。億1回きりです。もうやっぱりそのルマンに向けてみんなメーカーも全部、はいはいはい、いろんなことを集中してるんで。でこれユナイテッドオートスポーツのホスピタリティで、ここはユナイテッドオートスポーツですね、イギリスの LMP2 のチーム、すごい有名なもうトップチーム、はいはいはい、のホスピタリティで、これは WRT ですね、前元アウディのチームで今 BMW のチーム。こんな感じでヨーロッパはもう本当にこういうレースは食事もメカさんも全部ここなんですね。だから弁当とか食べないんで全部コース料理みたいなもの食べるんですね。すごいいいですね。でこれうちのホスピタリティ、はい、大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です。で、まあこんな感じになってますという感じですね。ここでゆっくり食べてください、食事は。ここで、はい、ここでゆっくりしてます。大丈夫です、ここで。フェラーリのホスピタリティもあるんで、はいはい、あのホスピタリティって言ってもゲスト用は向こうに大きいのありますけど、はい、なんていうんですか、これはもうインサイドでチーム向け。ですけどフェラーリもすごいですよ、この中も。このドライバーとスタッフの食事だけですからね、この内側は。これは全部、今のうちもそうですけど。もうあそこはもうで一般向けのホスピタリティはまた違うところに作ってるんで。これフェラーリです。これエフコルセのフェラーリの、要はチーム内のドライバーと関係者とかが食べるだけ用で、これだけです。すごいですよ、これも。はい。ダブルティもかっこいいですね。ナスカーも結構速いんですよ。GT カーぐらいより速いぐらい。はいはいはい、今回の特別枠、特別枠っていう、その特別枠で要は、まあ、コラボレーションの企画みたいな感じで、だいたいいい感じですね。だいたいいい感じに撮れました、はい、ありがとうございます、はい、車は直って走れるんですか。もう一回見ましょう。So, how do you thinkIt's not going to be ready, so we're just going to make sure everything's perfect. It's there 1 hour 20 minutes, but... Yeah, but they set up, the setup on it was rigid, so they have to take 1 degree of front camber away. And then we have to go to scrutineering, we have really? To fire up. Oh, so it's... So not possible. で車全部できたんですけど、まだ車検をしなきゃいけないし、走る前にこれルマンってやっぱすごい厳しいん で、はい、で車検もレーザーチェックなんですよ、全部すんごい細かいんで。で残り1時間20分ですけど、多分これには間に合わない、車検とかもあるんで。でも夜の FP4 でキャスパー選手のミニマム5周が出ればレースには出れるんですけど、まあ、できれば FP3 で自分もちょっと乗りたかったっていう、ちゃんと車を確認したかったんですけど。なるほど、なるほど。
まあ夜は走れると思う、多分間違いなく。でまた今日の夜結構やらなきゃいけないところあるんで、今なんとか形になってるだけなんで、明日パレードですけど明日1日あるんで、またもうちょっと車をやらなきゃいけない。まあ馬はいろいろあるんで、調子も良かったじゃないですか。そうですね、タイム結構出てた、はい、テストデーは7番手で、昨日の FP1 走り出し僕乗ってて、はい、最初4番手ぐらいだったんですよ。で変わってその後になっちゃったんで、あれはなんか壊れました。まあ、いろんな要素があるんで、ちょっと何とも言えないですね。いやー、馬のコース難しいし、まあ、本当にスピードレンジが高いんで、馬は。やっぱ300キロ近くで走るんで。空力マシンだから、もうほんのちょっとのギャップとか。本当にヨーロッパのサーキットってすごく難しいんで。わかりました。という感じです。はい、ありがとうございます。はい、はい、いよいよね、決勝のお昼ですね。来ました。はい、エンジニアリングルーム。まあ、レース前なんで、今エンジニアが、ストラテジーを立てて、ずっと思ってますね。あと、7分後に、グリッド出走なので、準備します。はい、お願いします。はい。なんとかね、復活した D ステーション G 選手、お客さんいっぱい入ってるんで、こっちに。あ、すごいすごい、お客さんいっぱい。余裕ですね。あ、まあ、グリーンテックだけなんで、はい、すごい。係の人、ガソリンを入れる係の人、全部ね、これがガソリンの給油です。ここがメーターになると。なってて、あんなところにクレーンカメラがある。すげえ。タイヤはだから今年からウォーマーがありだから、タイヤウォーマーをちゃんとこう、ホットな状態でタイヤが来るということだね。これ
多分転がし用のタイヤですかね。転がし用のタイヤ。このなんかベテランのエンジニアの人が言ってた、多分雨って。ここ撮っていいよって言われたんでちょっと撮ってみたいと思います。ということでこちらね、なんか見ておりますが大丈夫なんでしょうか。すごいな、藤井君すごい。ということで私はね外の方で見たいと思います。はい、ということで今のねコース分け来ています。どこだろう、1コーナー抜けてヘアピン行った後のグニグニって出てくると思う。すごいすごい、おー鳥が飛んでます。そっちだね、すごい取り損なった言ってはい、ここからね一周のウォームアップ走行ありますね。その後にスタートということですね。めっちゃいい音する。はい、あとね2分になりました。スタートまであと2分、ウォームアップ走行してその先ですね。さあ、あと10秒、5、4、3、2、1、スタートっていうことみたいですね。大丈夫ですか。え、違うの？え、まだまだ微妙にずれるんだよね、確かね。グリーン、あ、あわあわあ、グリーン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 。Et attention, le départ avec les premières attaques derrière. Attention, oh là là, la Porsche en particulier de Philippe Nasser, mais ça passe bien pour les voitures du groupe de tête. Et très opportuniste également dans ses premières longueurs. Ça, c'est ça. C'est parti. Qui me paraît avoir pris un excellent départ. Ferrari 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Un excellent départ également pour Gasly. Gasly Racing. 3, 4, 5. Gasly Racing. Gasly Racing. Gasly Racing.スタートに我らが最後尾から行った。77番無事スタートしましたね。さあここから追い上げを期待したいと思います。なんか事故があったみたいですね。赤だな、赤点滅だな。全然何があったかをトヨタとガズーレーシングが回ってこないぞ。
Safety car is deployed. You can see on the big screen, Van Damme is in the gravel. And now on the street, this is the damage to the 311 Action Express racing car. It is crawling back with huge suspension damage and a lot of butt body rubs. Jack Aitken trying to get that car back to pit lane. And we now have a safety car for him. Safety car run, this man. ガズー、え、ちょっと待って、1位ガズー、2位がフェラーリ、ガズー、フェラーリ、ガズーになってるな。なんか2周目から何か事故があって、まあご覧の皆さん多分ね、もう知ってると思いますけどね、はい、そんなことがあったことを私は分からないで今ねここで見ております。まあ、とりあえず私としてはですね、777号車 D ステーションが、ね、どうなったかっていうのが気になりますよね。 D ステーションは無事に一周来た。あれ D ステーションかなだね。あれ大丈夫だね。ああ D ステーション結構順位を上げて通過してたような気がする。はい、ちょっとねモニターで確認してみよう。はい、ということでね確認してきました。トヨタ、フェラーリ、トヨタ、フェラーリっていう感じでトヨタ抜かしましたね。なんか1台ずつ抜かしたのか。そして17位かな。まあ良かったですよ。良かったです。Dステーション無事にねスタートいい位置にこう混乱にも巻き込まれずスタートクリアしたということでいい感じですね。現地にいるのにこれで見てるというね人たちが結構います。何しに来てんだっていうね。で、あのね一人スパイダーマンがねあれすげえ邪魔なんだよね。あいつめっちゃ邪魔なんだけど、そういうの分かんないのかな。はい、ということで、スタートから2時間が経ちましたということでピットの方にね行ってみたいと思います。ということで、どこにいるんだろう、どこにいるんだろう、どこにいるんだろう。はい、選手もいないですね今ね。はい、時間経ってこんな感じ。現在、14番手ですね。14番手になっております。今ピットしてる。ピットって出てる。ちょうどピットを取れるかもしれない。
ということで、はい、ここに果物が果物が用意されてますが、はい、はい、皆さんはね、お食事中ということで、こういう感じでね、裏ではお食事をしています。はい、レインタイヤは用意してるみたいです。レインタイヤは用意してるみたいです。はい、とりあえずピットをね、取ることができました。はい、ということで、こんなね、ケータリングをね、用意していただきました、私ね。はい、何があるかっていうと、こちらには飲み物がね、あります。あ、シャンパンがある。こんなね、スペースもあってレースが見れるようになっています。はい、そんなね、戦っている間にいただきます。パスタも食べますよ、パスタ。はい、ということで完食いたしました。ごちそうさまです。はい、ちょうどね、星野さんからドライバー交代でピットアウトするというシーンをね、撮ることができました。で、ちょうどね、ピットアウトのタイミングで雨がね、降ったんですよ、コースの反対側ぐらいのところで。で、たまたまスリックで出てたんだけど、ちょうどね、雨のところに差し掛かる前にペースカーが入るとスピンしてね、みんなね、雨で、で、事なきを得て、そのままレインに変えると思いきや、レインではなくてスリックでステイということになってるみたいです。はい、そしてですね、やっぱ14位で出てって14位で帰ってきましたからね、星野選手すごいよね。何がすごいかってね、やっぱりね、私もね、なんかレースを志す身として本当にね、尊敬できるというか、我々の世界はさ、レーサーで速ければいいっていう世界と、資本力を持ってレースに参戦して自ら走るというね、2つの戦い方があるというふうに思うんですよね。で、星野選手なんかは先日ちょっとお話しさせてもらったところ、48歳からレースを始めたんだから全然間に合うよと、おっしゃっていただきました。つまりどういうことかっていうと、やっぱり男たるものをビジネスでも勝負してね、レースでも勝負するというそのね、心意気はね、絶対ないといけないんじゃないかなって思うんですよ。それでやっぱりスタート地点に立ってどうなんだっていうね、ことなんですよ。一方、その藤井選手に関してもね、そういうオーガナイズをちゃんとできるね、そういう資質を持ってるわけじゃない。で、その藤井選手と星野さんっていう2人のね、共同作業によって今のね、まあ、Gステーションがあるんだっていうふうにね、私は思います。ちょっと違ってたらごめんなさい。私自身の話をすると、やっぱりジェントルマンドライバーとしてみたいなね、ことを言われたんですよね。ジェントルマンドライバーとしてお金を出してね、若いドライバーと一緒にレースに出たらどうだって、なんかちょっとバカにされてる気持ちがあったんだよね。なんかドライバーとしてジェントルマンドライバーどうなんだよっていうね、バカにすんじゃねえ、一戦で戦えるわっていうね。いや、戦えるかどうかは別として、いや、俺は戦うんだっていう気持ちやっぱあるんだよね。そういうことも含めて、でもね、よく考えてみてっていう話なんだよ。よく考えてみないとね、男に生まれたからにはやっぱり自分の資本を持ってレースに参戦して自ら走るほどかっこいいもんねんじゃねっていうね。どうなの、俺はやっぱそこを目指したいなっていう。で、そこを目指す若者とかも出てきてほしいなって思うわけ。俺なんかで今回のルマンも車ないし、チームないし、お金もないし、その時点でもうスタートラインにつけてない時点で負けじゃん。負けなんだわ、本当に。そこなんだ問題は。これをね、なんとか克服したい。でね、なんか若者にとかっていう話はあるのかもしれないけど、いや、俺はやっぱり自分で走りたい。俺は自分で走るんだっていう思いは強いよね。星野さんの戦う姿を見て、俺はマジでね、いや、憧れるよ本当に。うん、めちゃくちゃ憧れる。当たり前だよね、男として生まれてそんな、なんてさ、いや、ビジネスやっててレースするって言い方悪いけどバカだよ。いや、だけどやりたいんだからやるじゃん。で、やれることがすごいよねってことなんだよ。やれないよ普通。
そこまでね、会社俺も必死に今までやってきたけどできないもん。でもそれができる、やるっていうのはさ、素晴らしいチャレンジだと思うよ。危険なことをあえて、危険なことっていうわけじゃないけど、危険でも挑むというある意味冒険みたいなことをやらなければいけないっていうことなのかなってなんか思いましたね。でそれをサポートしてくれる藤井くん、ぜひね、おっさんども48からみんなで勝負だ、みんなで勝負だ、藤井くんがね全部コーディネートしてくれるみたいだから、そういうのでやってくれるっていうことで、そんなね藤井くんがやってるドライブラボ、まずねそこから入会したらいいんじゃないかなってマジで思います。やっぱいきなりはいけないからね。いやもうそういうのをやろうよ、戦おうぜっていう本当に思いました。そんな感じでね、こういうのから始めて俺と勝負しようぜって、そして星野さんを目指そうっていうね、ルマンに出てんだぜ、すごいよね、48歳からルマンに出て。俺見ちゃったよ今、かっこいいよ、マジでかっこいい、憧れるね本当に。悔しいよマジで、なんで俺にそこまでできないんだって、なんで俺がここに、ね、車に乗ってないんだって、悔しがるぐらい、なんかやっぱでも挑戦したい、尊敬するし本当にこうフォローしたいし、でも戦いたいっていう、同じ土俵でなんとか戦いたいっていうね気持ちがありますんでね、まあ、これからもねちょっと応援していただきたいと思いますし、ぜひねそういう若者いたらね、そういう人に憧れてさビジネスをやってね成功して、そしてルマンでチームを持って戦うっていうこの姿をね見てほしいと、そして憧れてほしいと思います。はい、おはようございます。ルマンの朝ですね。今ちょっと仮眠を取るためにホテルに帰ってました。そしたらなんか藤井選手止まってしまったということで情報が入ってきまして、急遽ねサーキットの方へ向かっております。まあ、ちょっとね一回ホテルに帰ってきたのはちょっとネットの状態がね本当にめちゃくちゃ悪いんだよね。いろいろ調べるとちょっとルマンから出ていく回線全体が混んでるみたいで、だからほぼね携帯の方はもう全く使えなかったっていう感じ。つまりねサーキットにいてもちょっと本当に全く情報が入ってこないんで、何が起こってるかわからない感じになっちゃってたんで、ちょっとホテル行って、まあ、テレビの映像しかないっていうね、ちょっとホテル帰って見てましたね。いやーなんか見ましたよ、映像見ました。ちょうど止まるとこ見たね。電源が落ちたみたいな感じだったね。まあ、ちょっと情報によるとなんかシフトが誤動作してでリセットしようとして電源落としたら次入らないみたいな、なんかそんな感じだったみたいですね。すごいよね今の車は本当に。いろいろあるね本当にね。ということで、まあ、とりあえずねサーキットの方へ向かいたいと思います。さあ D ステーション止まってしまったということで、藤井選手戻ってるのかな。本当にね大荒れのレースですね。でねもうコースアウトする車が多すぎて逆に砂利を出しちゃうっていうね。で砂利を出しちゃうからまたそれに乗ってコースアウトしてっていう悪循環が起きてますね。サバイバルレースになっていますね。はい、藤井選手、私が今回ルマンに来て撮りたかったのは人が戦う姿、世界に挑戦する姿だったんで、まあ本当にね最後一つだけお聞きしたいことがあります。ここまでして戦う理由って何ですかっていう質問、これがルマンに来て私が一番聞きたかったことなんですよ。ね、もちろんレース私も長くやってきてますし、まあ、日本のスーパー GT も16年とか17年ぐらいやったんですかね、まあ、海外のレースもニュール24時間デイトナ、ルマン、ドバイ、まあ、いろんなレースやってきたんですけど、まあ、特にこの WEC とかルマンに来るようになってなんていうんですかね、やっぱ知らないライバルでやっぱ日本とは比べ物にならないような選手というか、まあ、本当にレベルが高いんですよね。当たり前ですけど、でチームもレベルも高いし、まあ、そういうステージでもちろん厳しいんですけど戦う
ことのドキドキ感というか、まあ、やっぱ知らない人と戦うのって面白いんですよね、めちゃくちゃ。なんかそういう中で、まあ、やっぱり負けたくないし、で、まあ、もっと面白いのは単純に結果が良くても悪くてもやっぱり知らないこういう海外のサーキット、もともと経験のない、まあ、ルマンもそうだし、ね、モンツァー、スパー、まあ、いろんなサーキット WEC で走るんですけど、そういう世界のやっぱり名サーキットをチャレンジしていく、しかも客船連磨のワークスドライバーとかがいる中でっていうのはすごいチャレンジングなんで、そのチャレンジするハードルが高いんでやりがいもあるし、その分もちろん全然簡単じゃないんですよね。で、まあ、特に今回ルマンは残念ながらリタイアで終わっちゃったんですけど、とはいえ、いや本当に今までのルマン、自分の経験、まあ、3回目ですけど、ルマンの中でも、まあ、ニュールとか他のデイトナとか自分が出た海外の24時間レースの中でも今回が一番過酷だなと思うぐらい、夜中ももうとてつもないスコールがありまして、もう前は何も見えないし、まあ、そういう中300キロで踏んでいかなきゃいけないし、まあ、本当になんていうんですかね、ルマンの難しさ、やっぱもうスピードレンジが全然違うんで、まあ、そういうものをですね今回実感したのと、やっぱりまあ当たり前ですけどね、世界10からルマンに出ることを目標にこれだけの人がチャレンジしてくるんで、まあそう簡単にはいかないですけど、まあでも100周年のルマンに出れて、まあ、3回目のルマンのチャレンジが、まあ、自分としてもうちのチームとしてもできてっていうところでは非常に幸せですし、今 WEC は本当にこれから LMDH がメーカーも増えるんで、どんどんと参戦できなくなる、今日本のエントリーでトヨタとうちだけが、まあ、日本のエントリーで出れてるんですけど、まあ、それも今後いつまでできるか分からない状況だと思うんで、まあ、来年もですね、もしチャレンジできるようであればやりたいですし、まあ、そのために今いろんな交渉、メーカーとかオーガナイザーとの交渉をやってるんですけれども、まあ、とにかくですね、このチャレンジが続く限りこのチャレンジを続けたいとは思ってます。はい、やはりこう本当に私身近で見させていただいて、もうチームの交渉だったりとか、やっぱりここのスタートラインに立つまでの長い道のりもやっぱりあるわけじゃないですか。で、この異国の地でやっぱり戦う、しかも命がけでっていうところが本当に感動しました。はい、でやっぱり命がけで戦う理由ありますか？まあ、ピカーさんもちろんリアル実写やられてるんで知ってると思うんですけど、やっぱり私は、まあ、今ねシムドライブという会員制のラボを始めて今3週間ぐらいなんですけど、来た方がですね、なんていうんですかね、やっぱり運転が上手くなって、まあ、確実に成果が出るので運転が上手くなってハマっていって、実際今回ルマン出てる方もサポートレース含めると12人の方来てるんですよ。だほとんど来ていただいてるんですけど、まあ、本当そういうふうにこう運転するっていうことが上手くなっていったりとか、まあ、それによってレースに出れたりだとか目標が達成していく、あとはドライビングがこう上手く走れた時の気持ちさって、これって結構ですね麻薬なんですよ。でこれはモータースポーツやった方全員が言うんですけど、まあ、シムでも一緒かもしれないですけど、やっぱりその運転がうまくできたことって他に比べられない魅力があって、やっぱりこの世界に、まあ、自分はずっとやってきてますけど、でそのステージがねどんどんこうやって上がれば上がるほど、まあ、ある意味抜け出せない麻薬にかかってるっていうか、まあね、これだけすごいいいチーム選手、まあ、ステージで戦っていくと、もうそのドキドキ感ももっと多いし、ルマンなんか本当に一周決まったらとてつもなく気持ちいいし、まあ、そういう思いはニュールもそうでしたけど、世界にはそういうサーキットがいっぱいあるんで、だ僕はレースですることが全然全てだと思っていなくて、シムでもいいし、本当うちのラボでも今何名か実現しようと思ってるんですけど、いつかニュール走りたい人がニュール走れるだけでも、それがうまくできたら、これって我々がレースやってるのと同じ快感というか、やっぱりレースの魅力っていうか、この運転の魅力っていうのは恐怖心なんですよね。やっぱり恐怖心と戦っていく、で恐怖心と戦うんですけど、そのうまくいった時に得られる達成感とかドキドキ感とか、まあ、レースでいうと優勝した時に得られるもの、あとこういった結果が出なかった時の悔しさ、この
強弱がやっぱりすごくあって、なのでみんなやっぱりこの世界に一歩入った方は抜け出せなくなっちゃうんですよ。なのでまあ私もまだ抜け出せないので、まだまだもちろんレースもやりますし、逆にまあ、ピカーさんにこの間ちょっとお話したんですけど、今始めたシムドライブもおかげさまでうまくいってるんですけど、これとまた違ってもっとですね、いろんな方がモータースポーツを楽しめるプラットフォームみたいなものを今真剣にやりたいと思ってまして、それもまあ時間かかるかもしれないですけど、まあ、誰でもモータースポーツをもっと本格的に楽しめるステージを作ったり、まあ、そういった自分がやってきたことを活かせるステージで、これからもですねガンガンと攻めていきたいと思ってます、はい、ありがとうございます。私も本当にこのモータースポーツの魅力にはまった一人なんですけど、やっぱり藤井選手みたいな方がやっぱサポートしてもらって、我々を世界に連れてきてもらえますか。いや、もう もちろんです。本当に今 e スポーツピカーチャンネルでもそうですけど、昔と違ってっていうとあれですけど、今こうやって誰でもモータースポーツ、 e スポーツもモータースポーツなので含めて SIM とかっていうところを含めると、非常にやっぱりこの車を乗る、操作する、走るっていうことに対してのハードルが下がっていて、でその分人口も増えていて、すごくコンペティブになってるんで、もっと言えばこの先3年後5年後10年後ってもっとすごくなると思いますし、まあ、自分はこの世界どっぷりやってきた人間として、ただレースやるだけじゃなくてですね、幅広く、盛り上げていけるようにですね、これから頑張っていきたいと思いますね。今回は本当にル・マンに招待していただきましてありがとうございます。本当に私もいろんなことを感じて身になることもありますし、あとやっぱり視聴者の皆さんにこの興奮とか緊張感とか、やっぱりこう命がけなんで、やっぱり実車は命がけじゃないですか。本当にこう雨の中でも、まあ、大きな事故もいろいろありましたし、今回も本当に大変な世界だなと思いながらも、どうしても挑戦したいっていう気持ちがふつふつと湧き上がってきたんで、ぜひこういう世界を私は広めていきたいし、ぜひそういう世界にの道しるべとしてやっぱり藤井選手みたいな人がいてくれると頼もしいなと思いました。本当にあれです、今ピカさんに言われた話ですけど、私はまあ実際リアルに自分もドライバーで世界選手権出てますけど、でもジェントルマンの方もそうだし、まあ、e スポーツやる若い子もそうだし、まあ、なんかこうチャレンジしたい人に対して、自分は幅広くいろんなことやってきたんでサポートができると思うので、まあそういうところでですね、どんな方のでもお役に立てるようにやっていきたいと思いますので、ぜひありがとうございました。今回はありがとうございました。はい、ということでね、戦う姿、戦う理由っていうものをね、聞かせていただきました。まあ本当にね、藤井選手もプロとしてね、もう長く戦い続けている選手ですし、ある意味実業家としてもね、戦い続けているというところですね。まあなんか走りが好きなのかな、そういうことを戦うのが好きなのかなっていう、そんな思い、好きというかなんだろうな、もうそれを超越してもう自然体で戦ってるんだよね。なんかそんな姿取れたかなとちょっと思いました。私のインタビューもね、拙い感じでちょっと疲れが、ね、溜まってまして、そんなのもありましたけど、なんかすごくね、また改めてこのビデオを見て熱い思いがね、込み上げてきました。こんな感じでね、やっぱりこう戦う、世界と戦う人がどうやって戦ってるんだって、どんな思いで戦ってるんだっていうのはね、やっぱりこうすごくね、勇気が湧くなって思いましたし、実際ル・マンに行ってね、私も本当に戦う気持ち、忘れかけてた戦う気持ちを再びね、こう思い起こすことができたっていうね、そんな旅になりましたね。とても本当にね、感銘を受けたし感動しました。藤井選手、ディステーションの皆さん、本当にね、ありがとうございます。今回はね、確かにその残念な結果になったとかもう関係ないと思うんだよね。俺はこの戦う姿を見て人々が感動するっていうね、そんなところがある。レースって本当にいいなって
思いましたね。はい、これからもねピカーチャンネルでは、まあ、おちゃらけた内容もねやりますけど、本当に根の部分っていうのは私もね常に戦ってますし、こうやってね新しいメディアを作るという思いでね戦っていますし、これからね実写にも乗っていきたいと思いますし、こういうねやりたいことをどんどんねやれる大人に、ね、なっていきたいし、やりたいことをやって戦いたい時に戦える大人になりたい、そして戦っている人たちと一緒にね時間を共有していきたいっていう思いもありますので、こういうものをねどんどん伝えられたら、なんか日本も変わるんじゃないか、世界が変わるんじゃないか、ね、若者の未来が変わるんじゃないか、車の未来が変わるんじゃないかっていうね、そんな思いを持っています。ぜひねそういう人たちを応援するっていうのもありなんじゃないかなと思います。そういうね若者たちを、あれ、私もね応援したいし、いやいや応援するだけじゃない、自分も戦うぞという気持ちでねやっていきたいと思います。はい、ということでまたねこれやっていくんで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。